さんこんにちは、商品分です。今日はプラスチックホックの打ち方について説明していきます。まず必要な道具なんですが、ゴマが必要です。これがキャップとホソを打つ用のゴマ、次にこれがバネ、メス側を打つゴマです。この突起がある方がメス側のゴマです。で、原稿を打つコマ、オス側を打つコマが、このオス側が入り込むようになっている方がオス側のコマになります。あとはホック、キャップを準備してもらって、バネで原稿を準備してもらって、あとは取り付ける生地を準備してもらって、プラスチックホックは専用機械がありますので、これハンドプレス機になりますが、これをご準備していただければ、まずは打つ準備が完了です。今回は以上です。